皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。前回の動画の時点から1週間が経って、時は10月の初旬です。撮影を行った日の天気は晴れ、日中の気温は20度前後でした。この地方としては例年よりも温暖な日々がまだまだ続いています。10月ともなれば、例年ですと中旬下旬には霜の便りを聞くことにもなりますが、今のところはまだご覧のように朝露が陽光に映えています。しかしそうした中でも秋の到来を感じさせる自然の印がいくつか見られます。一つは、夏からずっとこの地方の主要な蜜源植物であり続けてきたオオハンゴンソウに、ここに来てめっきりと枯れ花が目立つようになってきました。また前回注目した友禅菊も、その花の盛りはもう過ぎたようです。さらに山の木々の葉が少しずつではありますが、秋の色づきを始めています。これは1週間前には見られなかった変化です。そして何よりも大きな動きは、つい最近まで私たちをあれほど悩ませてきたスズメバチがほとんど来なくなったことです。秋になるとスズメバチのコロニーは働きバチの新たな羽化がなくなることもあって急速に崩壊していきますが、私たちは今そのことを身をもって感じているところです。この経営でもそろそろ越冬の準備を始めています。ミツバチは冬眠しません。ただ冬期間は低温と蜜源がないために、産卵、育児、収蜜などの労働を一時的に停止しています。そして巣の中で互いに寄り添い合いながら蜂球を形作り、羽や体を震わせて一頭一頭が発散させる熱を集団の力で保っているのです。発熱を行うためにはエネルギー源として蓄えられた蜜や与えられた餌を消費します。越冬は特に寒冷地の養蜂では最大の難関です。そのため北国の養蜂家には温暖な南国で越冬させる選択肢もありますが、この経営ではそうではなく、この地での越冬を選択しています。越冬を成功させるためには、温度を保つために蜂を密集させる必要があります。また一枚一枚の巣板に食物の蜜をたっぷりと蓄えておく必要があります。そのため不要な巣板をすべて取り除きます。取り除く巣板は工事がついていない巣板を選ぶことはもちろんのことですが、そこには蜜が蓄えられている場合があります。そうした巣板を今の場合はこうやって蜜蓋を切り落として元の巣箱の中に戻しています。ただし巣箱の中は分割板を使って2つのエリアに分けられています。取り除く巣板はこのようにそれ以外の工事がいる残す巣板とは別のエリアに置いておきます。そうすると分割板で仕切られた向こう側を巣の外と認識したミツバチたちが、取り除く巣板に蓄えられていた蜜を越冬用の巣板にまで運んでくれます。以上は8日前に行われた作業でした。そしてこれは約1週間に及ぶミツバチたちの労働の結果として、きれいに蜜が抜き取られた越冬には使わない2枚の巣板です。これをどのように扱ったらいいのでしょうか。このまま放置しておくと巣虫の被害を受ける危険性があります。そこで1枚は女王蜂が未だ旺盛な産卵を行っている別の群の巣碑に入れることにしました。また2枚目の巣板はこうやってもう一つの別の群の継ぎ箱の中に収めて、この群に預けることにしました。この群では特に貯蜜用の巣碑が不足しているというわけではありません。その一方で巣虫を防ぐためには巣板を勢いのある群に預けておくのが一番良いのです。ミツバチたちが巣虫を攻撃するからです。しかし弱小な群では巣虫にやられてしまうことがしばしばです。ただ
この軍が住むし対策を任せることができるほどの立派な軍に成長するまでのここまでの道のりには幾多の曲折がありました。そこでこれからそのお話をしましょう。この軍の初代の女王蜂は2021年の春に外からこの北条にやってきました。その後2度の冬を乗り越えた強者であり、またよく卵を産み、さらにそこから生まれた働き蜂たちは性格がおとなしい上にたくさん蜜を集める、一言で言うと優良な系統であったわけです。そこで経営主はすでに高齢になっていたこの女王蜂の娘たちの中から後継の女王蜂を育てたいと考えていました。5月にはたくさんの黄体ができていました。しかし春先は働き蜂の数を増やさなくてはならない牽制の時期です。その時に産卵の空白期間が生ずる女王蜂の交代は選択肢にはなりえませんでした。そこでこの頃に見つけた黄体はすべて潰していました。6月になると今度は蜂たちは次はこの中に変性黄体を作り始めていました。しかしここでも経営主の対応は5月と同じです。発見された変性黄体はすべて潰されていました。満開のクローバーの蜜を集めるためにはまだまだ働き蜂を増やさねばならず、そのために女王蜂交代に伴う混乱は避けられなければならなかったのです。そんな折6月26日の内見の際に女王蜂が見つかりませんでした。寿命が尽きた可能性があります。7月1日には下段の育虫室に多数の変性黄体ができていることが確認されました。そして7月7日から14日の間に行われた3回に及ぶ内見の際には複数の女王蜂の存在が確認されています。7月17日になってようやく女王蜂が1頭に絞り込まれていることが分かりました。その勝ち残った2代目女王蜂の7月22日の内見の時の様子を見ます。赤くマーキングしてあるのがそれですが、まずとても小柄です。交尾飛行前ではないでしょうか。そして元気がありません。女王蜂同士の権力闘争で疲れ果てたのでしょうか。また交尾飛行前だというのに赤インキが羽についているのも気になります。その後案の定この女王蜂は消えてしまい、話は振り出しに戻ることになりましたが、8月1日には他の巣箱からもらってきた巣皮に複数の変性黄体が作られていることが確認されます。そして8月11日にその存在が分かったのがこの初代から数えると3代目になる女王蜂です。彼女が見つかった時には他の変性黄体はすでに全て潰されていました。またこの時点では彼女は出亡直後なのでまだ交尾飛行を行っていなかったようです。女王蜂が小柄な上にマーキングしていないので少し分かりにくいですが、女王蜂の周辺には常に数頭の働き蜂が集まっていて、ヒゲで触ったり舌で舐めたりしているので、そのことを頼りに見つけることができます。こうして働き蜂たちは女王蜂が分泌する鳳凰物質といわれるものを受け取っているのです。鳳凰物質には働き蜂の卵巣の発達を抑える効果があるようです。さて季節は進んで9月中旬になりました。3代目女王蜂は交尾飛行を無事に終えてお腹が膨らんでいます。そしてご覧のように有害胞児がいっぱいあることに示されているように、今や非常に旺盛に産卵を行っています。さらに季節は秋です。北海道で最後の蜜源植物とされる友禅菊の時期になっても3代目女王蜂の産卵のペースは衰えを知りません。それどころかますます盛んになっているようにさえ見えます。ご覧ください、この蜂たちでびっしりと埋まった巣皮を。越冬を前にして蜂の数が増えているのは誠に頼もしいです。以上2点3点の末なんとか1軍の女王蜂の交代にこぎつけた話でした。今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
よろしければ登録・高評価で応援していただけると大変嬉しいです。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。